こんばんは、大君大好きアストロミュー5ユータンピョッピツートマットマークミクロン。アライペアルダン、主席台湾、きなこ、ドンキー、スコアラー、ピョッピツー、コーガー、こんばんは。呼んで呼んでコーナー始めます。みんなシゲラットマークヘピヨシマッカチンピースノーハタシャワオキラキラ710こたつ猫夏葉ブン香港リョーゴ45徳王ユーギラファー大阪の柄の人だけユキングオレンジルートサッチショートアットマーク、ケインパチクワックワー、こんばんは。広島県出身、21歳のふゆぴこと藤本ふゆかです。ちょっと今日9時からちょっと入れてたんですけど、ちょっと間に合わなくて、15分過ぎてしまいました。ごめんなさい。ごめんなさい、本当に。申し訳ないです。え？今さ、アバターありがとうございますって言われた人がいたんだけど、アバターもう配られてんの？え？これって私に何も。嘘、もうアバター、やだやだ、変えないでほしい、変えないでほしい、嘘でしょ？これって何も言われないんだ、私側に。最悪、変えないでほしい、まだ。配りたいですっていう、やりたかったのに、嘘でしょ？こういうのって私何も言われないんだ。ショック。ちゃんと言いたかったのに。そうなんだ。せっかく達成してたくさんの人にもらいに来てもらいたかったのに、勝手に終わっちゃうんだ、こうやって。これって毎日？これ毎日？今日だけかな？私今日15分しかできないんだけどさ。今日じゃなくてもらえるんだ。でもなんか、そうなんだ。勝手になんだ。なんかメールとかでちゃんと言いたかったな、この日に。全然全然いいんですけど。いいんだけど、昨日までずっとさ、いつ配布されるの、いつ配布されるのってみんなにさ言われてたからさ、今日ですよってもっと言いたかったのに、勝手になっちゃうんだ。楽しみにしてたのにな、その日を。その日にちゃんとさ、今日が配布ですよって言ってさ、メールでも言ってさ、メールでもなんかこの日から配布できますよって言えてさ、みんなにやっとできますよって。言いたかったな。ちゃんとやりたかったのに。だって楽しみにしてたのに、この時を。勝手にもらえちゃうんだ。もっとみんなに知ってほし、あれ、できてほしかった。そうなんだ。ま
だ変えないでほしい。明日変えようじゃ、明日にしようよみんな。つまんない。ショック。そうなんだ。だってみんな楽しみにしてたよね。昨日までさ、いつアバター配るのって言われてさ、まだなんか審査通るからわかんないんですよって言われてて、私もすごい楽しみにしててさ。ショックだな。広告ツイートしないでください。まだだってさ、もっとちゃんとしたかった。だってさ、なんかその Wi-Fi も直んなくて、でなんかこのアバターを配る日に合わせてちゃんとギガを温存して、アバター配る当日になったらちゃんとちょっと長い時間1日目をやろうかなって思ってたんだけど、勝手になっちゃうんだ。うわー、ショック、めっちゃショック。そうか、そう、私自身もめっちゃ楽しみにしてて、そう、広島のねパパさんともね、そのアバター配る時の配信はなんかみんなにその一斉にどうぞってやって、なんかいっぱいになったら楽しいから、ちょっとそれまで Wi-Fi の方法を考えようねって話してたのに、こんなに急に知らない間になっちゃうんだ。明日にしようみんな。明日まで楽しみにしてください。ごめんごめんね、こんなぬるりって感じになっちゃった。私もびっくり、めっちゃ申し訳ないじゃあ審査通ったんだ。ぬるりとなってしまいましたね。こんな感じなんだ。みんなで決めて、みんなで楽しみにしてたのに。わかりました。はい、アバター配られてるみたいです。はいごめんね、みんな楽しみにしててくれた。みんな結構ぬるりって配られちゃったみたい。ピエン皆さんのおかげでアバターの目標を達成することができましたので、皆さんにはちゃんとありがとうと言いたかったのですが、なんか始まっちゃってたみたいです。みんなありがとう。みんなが星をね投げてくれたおかげで、星とかアバ、ん、なんだろう、星とかあのギフトとかを配ってくれたおかげで目標がすぐに達成することができたので、皆さんのおかげでございますはい、ありがとうございます。月曜日昼公演当たりました、おめでとうございます。愚痴じゃないでしょ、これ。愚痴じゃないです。愚痴じゃなくてちょっとショックだったなっていう話です。はいキャー、もっとちゃんとやりたかった、せっかくなのにそっかそっか、話題を切り替えて。そうですね、私は今熱があります明日は握手会です、楽しみです。明日は愛知で握手会があります。ですね、10月の握手会で、あの
明日はどんな服を着るでしょうか、楽しみにしててください。10月だからまだちゃんと決めてないんですけど、この日いつかコスプレをする予定なので、でも明日じゃないんですけど、楽しみにしていてください。明日は私服を着ようと思います。何の私服を着るかはお楽しみにしていてください。はい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 、私服冬っぴを見に来てください。体調良くなりますね。ありがとうございます。そう、なんかね、ずーっと微熱が続いてる感じで、なんかね、ちょっと治んなくて、全然大丈夫なんだけどという感じですかね。明日に備えて、そう、今日も一日中ちょっと寝ててずーっと寝てたんだけどね、寝すぎなのかな、逆にもっと立ち上がって動いた方がいいんですかね。でも結構最近はありがたいことに忙しくさせてもらってるから、ちょっと分かんない、疲れが溜まってたのかなとも思ったり、でもそれはあんま関係ないかもしれない。普通に季節の変わり目だからですね。エアコン多分つけたり消したりつけたり消したりなんかも繰り返してたからだと思うんですけど、そう、ね自分も喉が痛い。あ、レンジでチンするマスクいいですよ。レンジでチンするマスクを皆さん買ったらいいと思います。18日の相鉄が出るみたいですね。はい、私も出れると思ってなかったのでびっくり仰天でした。また頑張って練習して行きたいと思いますのではい、よろしくお願いします鉄な2回目の鉄なでございます。もっといっぱい練習してまたもう一段階いいものを見せられるように頑張ろうと思いますあー、もうなんか咳が本当に、明日みんなにうつそう明日みんなにうつそう。もらってくれますか、風邪って明日みんなにうつしてもらう、うつさせていただきますちょうだい、本当？じゃああげるね、明日こうやってほっほって手に入ってみんなと握手するまあ嘘です、まあ嘘です、まあ嘘なんですけどまあでももうね、もうほぼなんか4日目ぐらいなんで風邪もう明日は元気もりもりだと思います。喉がとりあえずクリアしました、治りましたね。喉がとりあえずずっと痛かったんですけど、それが治って、そうなんですということで明日会いに来てくれるかな
いいと思う。待ってます。はい。お、15分経過しました。165日連続配信中ありがとうございます。1848人の方ありがとうございます。明日ね、明日夜、愛知だから明日会場が多分夜にできるんじゃないかと思います。なのでせっかく明日は明日は握手会で可愛い服を着てやるので夜にできたらやろうかなって思うんですけど、そのまた予約配信を見てくれたら嬉しいなと思います。明日の夜こそはちゃんと、明日からもう今日はもうフラゲ日っていうことにしましょう。私知らなかったからそう、なので明日がアバターハイブフビっていうことにしよう。今日は前夜祭ね。明日はみんなで、みんなで着替えよう夜。そう、今日はフラゲ日ね。今日はフラゲ日、今日は初回限定版のフラゲ日っていうこと。明日はもうちゃんと販売っていうことということで1920年に、あれだ、ランキングそうしましょう。だから明日まで着替えんといて、みんな。そう、明日ちゃんとやろう。明日は多分ね、熱も下がって元気もりもりだと思うから、明日はちゃんとやって、そうちゃんとね、なんかコピーした紙があって、アバターをね後ろに貼ってちゃんとみんなでやるから、明日になったらみんなに着替えよう。フィッピさんも着替えますので、はい、明日はお祭りをしましょう。はい、ということで13番、ジズーさんありがとうございます。12番、バックフリップ月曜日キャンだけどダブルヘッダーありがとうございます。11番、ボブさんありがとうございます。10番、マッカチンさんありがとうございます。9番、ロックピーさんありがとうございます。8番、竹下さんありがとうございます。7番、フルフルさんありがとうございます。6番、まさかひろさんありがとうございます。5番、しずく先生ありがとうございます。そして今日の4番は赤髪さんありがとうございます。カキン4番です。3番ムーさんありがとうございます。2番、バルクさんありがとうございます。そして今日の1番はバイク好き旅好きさんありがとうございます。どうもありがとうございます。そう、こうやってここにまだ目標達成って出てるんですけど、皆さんが星投げとかカウントとかしてくださるおかげで達成できたことなので、もっとちゃんとやりたかったんですけど私知らなくて。そうだから明日はこれで配れるってことは分かったので、それで今日一日だけとかないの、ずっともらえるよね多分。なので、それでもう明日はもらえなかったら本当にごめんなさい多分、もらえるよね明日。もらえる、もらえますよね。切っていいんだよねこれ、もう今日間違いなくもらえますか。ケンジーさんの、ロッピーさんもムーさんも大丈夫、本当みんなの言葉を信じて今日は切っても寝てもいいかな大丈夫だよね、もらえるよね。 OK、 わかった。このアバター私も欲しいんだけど、自分で星投げるな、どうしよう。あ、じゃあそうしようと思います。はい、じゃあ明日は夜はお祭りをしましょうみんなで。そう、ごめんねぬるっとなっちゃって。はい、2168人の方ありがとうございます。キュットもコメントもありがとうございます。明日は握手会楽しみです。みんなも風には気をつけてください。バイバーイ。